クリームクロワッサンカスタードですよね、このピザと。でこれ確か40何円だったと思うんですよね。ああ47円、これ1個47円だったんで、これをクリスマスのね、もうケーキがなかったら最終的にこれをメインにしようかということで買ってきましたけど、クリームクロワッサンカスタードね、新発売みたいなんで、新発売の割には売れ残ってても、賞味期限が近い26日までなんで、もう47円とかなってます。通常91円ぐらいだったと思います。じゃあいただきましょう。あ、これもボロボロ落ちるやつです。これね、クロワッサンにクリームがこう注入してあるやつですね。じゃあいただきます。これも綺麗に食べなくて下ボロボロになります。通常価格はね、91円なんで、まあ100円ぐらいですね。これもどうかなね、3時のおやつにはいい感じですね。クリームもそんな甘ったるくはないですね。真ん中あたりはやっぱりしっかりクリーム入ってます。これはおやつにはお茶受けるかね、コーヒーのお供には多分いいですね。これはラムの100円のコロッケ、これをいただいて晩ご飯の締めとさせていただきたいと思います。これもね、一応国産の、じゃがいもと玉ねぎとね、手代の方のねラムいったら138円だったんですよ。これ値段がやっぱりね違うみたいな。このチンするよりはね、焼いた方が絶対さカリカリになってね美味しいですからね。じゃいただきます。まあどんな感じか、昔ながらのコロッケなんで、さすがにそんなにねミンチたっぷりいうことはないですけど、もうホクホクで、これはこれで美味しいですよね。じゃがいもたっぷり、いただきます。うん、ね、これもソースかけたらしっかりおかずになりますからね。まあラム行った時はこれはね1個買っておくとね、おかずになりますからね。これは美味しい。